どうも皆さん、おはようございます。スターブラスト、そろそろ悪用されすぎてマジで寄生病読み龍です。さあ本日はですね、儀式ブラマジやっていきましょう。ブラックマシャンデッキっていくつかパターンがあるんですけども、ブラックマシャンデッキ、なんだろうな、罠ちょっと入ってる軸とか、あとスターブラストパズルの封印軸とか、サイマジー入ってる軸とかいろいろあるんですけども、俺が一番好きなのはですね、その儀式軸なんですよ。儀式のこのマジシャンオブカオスというモンスター、このなんか誰も使ってないという噂のマジシャンオブカオスというモンスターなんですが、このモンスターがすごいかっこよくて俺好きなんですよね。これね、そもそもなんですけど、その儀式モンスターが大好きで俺、この青い枠ね、この青い枠がすごい好きなんですが、やっぱね、マジシャンオブカオスはやっぱかっこいいね。かっこいい。今日はですね、懐かしいデッキを引っ張り出してきて、これね、なんでかっていうと、この儀式の使い手っていうスキルですね。この儀式の使い手っていうスキルを、これ、遊戯さんが使えるようになったんですよ。これもう、リンクスやってない人もね、僕の動画見てくださってる方多いと思うんで、お伝えしておくと、結構ね、昔はその、アスカとかペガサスでしか使えなかったこのスキルが、遊戯さんで今使えるようになってるんですよ。実は。だから、この儀式の使い手で、闇遊戯さんでこれが出せるっていう。これがね、素晴らしい。本当に素晴らしい。で、遊戯ってディスティニードローの、印象が強いじゃないですか。だから、結構ね、線とかをね、削ってくれるんですよ、相手が。もちろん、ゴツサイも入ってますよ。ゴツサイも入ってますけど、意外と線くらい削ってくれるんで、意外と儀式できるっていう、結構、そのスキル使えるから。あとはもう単純にそのブラマジギミック、を使って、戦っていくっていう感じなんですけども、結構ね、やっててめっちゃ強っと思ったのは、そのイリュージョンマジックで、マジシャンオブカオスをリリースして、で、マジシャンオブカオス回収するっていうギミックがあって、それが、先行制圧になってるんです。実はその第1戦目がすげえうまく回ったから、デッキがぜひね見ていただきたいと思っております。早速ね、久しぶりに超かっこいいモンスター出していきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、勇気10代選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。宇宙ね、了解。魔導陣で1回、なるほど、これはイリュージョンか。イリュージョン持ってきましょうか。ブラックマジシャンを出せないので、これはどうしようかな。これどうしようかな。これもういくか。口頭儀式して、あれあれ一回除外しとか、マジシャンをカオス、ブラックマジシャンを墓地に送ることによって特殊召喚していく。で、あ、そっか、イリュージョンマジックで、これリリースしたらブラックマジシャン出てくるわ。うま魔法使いだから。で、黒の魔導陣の効果はそう。さあ、ネオンスペースを除外していく。意外とさ、このなんか先行から除外できるから、フィールド魔法ぶっ飛ばせるのいいね。儀式軸ブラマジって。儀式軸ブラマジってめっちゃかっこいいんですよね。やっぱその、このバニチオブカオスが結構強いんですよ。意外と。ステータスがブラックマジャーと同じっていう、マジでクソだこい、ステータスしてるんですけども、なんだかんだ、オッケー。それはいい。それはオッケー。一回するしよう。で、相手がなんか伏せてから、考えるから。ブラックマジシャン、マジシャンオブカオスの効果を使うかどうかは。オッケー。で、助けるとオッケー。で、ブレイブネオス、着地もオッケー。オッケー、オッケー。ローラ、オッケー。いやー、強い。あ、でもそれは、あれだ、破壊できるか。それは、マジシャンオブカオスの効果によって、そう、永続系のね、このモンスター破壊したら結構、21交換できるんですけど、基本的には。なんですけど、ちょっと破壊できないもんでね、あの人。これなんかマジシャンオブカオス除外するっていう効果だったらよかったのにな。まあ、フェイバレットヒーローとかそういう系のカードには強いですね。永続系のカードには。で、竜魔道の守護者の効果で、オッケー。で、1枚捨てて、はい。なるほどね。はい。ネオ水準、なるほど。オッケー。そうだな、どっちから殴ってくるんだろう、これ。どっちでも一緒か。バトルフェーズ入って、イリュージョンマジック発動。これと、これ、墓地からもいけんのか。そうだわ。ってことは、分かったぞ。これ、墓地回収じゃねえか。マジシャンオブカオス、これ、墓地回収強いな。これ、イリュージョンマジックと相性めっちゃいいんじゃないか。これ。で、1000ダメージ受けたら、また俺、高等儀式持ってくるぞ。これ、サテは強いな。このデッキ。サテはこのデッキ強いな。で、それ殴られるのいいや。1800?OK。これディスティニードローキアかな。
これディスティルドのケア でそれなそっから殴ってでこれを殴ってくるってことでしょ。だからその2600で殴ってくるっていうディスティルドローじゃないんだなこのデッキディスティルドローじゃないんだな。さあマジシャンズナビゲートの効果を発動、手札よりブラックマジシャンを特殊召喚し、さらにデッキより闇属性レベル6以上だっけの魔法使いモンスターを特殊召喚できる。現れろブラックマジシャン、さらにデッキより現れろブラックマジシャン。これトップでブラックマジシャン引いても戻せるからで、ネオス吹き飛ばそう。で、ネオスを吹き飛ばしていく。で、マジシャンズナビゲートによって魔法トラップカードは無効にされてしまう。相手の。さ、とりあえずこれで、ですね、なんと、この1800しか食らってないから、相手ディスティルドできないよっと思ってるかもしれないですけど、なんとここで僕は引いたこのコズミックサイクロンとかいうカードをデッキに下ろし、儀式の使い手発動、魔法カード、手札に加えていく。そして、高等儀式術を発動。俺はデッキのブラックマジシャンは墓地の振り再び現れろ、我がデッキの史上最強のしもべマジシャンオブカオス。このモンスターはブラックマジシャンとして扱うため黒の魔導陣の効果が発動する。さらに黒の魔導陣の効果に遷移しマジシャンオブカオスの効果も発動、フィールドのカードを1枚破壊することができる。これがブラックマジシャンデッキだ、つえー強すぎー、このデッキ強すぎー。いけマジオブカオスダイレクトアタックブラックマジックカオス。まあ助けトンのチェーンですねこれは。さあ助けるトンは使ってもいいぞ、助けるトン使ってもいい、よしいいだろう。ブラックマジック1連だ2連だ、修行し直してくるんだな10代くん、これが真のブラックマジシャン使いの実力よ。さあお相手の方、さあ10代が結構多いな、なるほど、マジシャンズロット召喚、これシンプルにブラックマジシャンの動きしていきますシンプルにブラックマジシャンの動きをしていきます。で魔導陣を発動、魔導陣の発動によってなるほど、ブラックマジシャンを持ってきます。ナビゲートセットする必要あんまねえけど、まあいいや、こうですかね、こうですね。で、カード1枚セット、セット、で、エンド。1000くらいダメージ食らいてえんだよな。1000ダメージ食らうっていうことできんかな。うまいこと、あのね、ダメージをね、あのね、2000は減らしてくんないじゃないですか。遊戯使ってると。2000は減らしてくんないんですけど、1800とかは食らしてく、あの、食らわしてくれるんですよ、結構、みんな。マスクオッケー。意外とね、あのだから、儀式の使い手結構盲点になっていて、意外といけるんですよ。意外といける。こいつのスキル、まあ、ほぼほぼディスティリドローじゃないですか。遊戯なんて。だから、結構2000っていう、そのラインが、割と、まあ、明確になってるんですよ。相手の中では。だから、1000とか結構削ってくれるんですよね。意外といけるんですよ。これがね、スキルのいいところですね。割とこの儀式の使い手が遊戯で使えるっていう利点、削ってくれる。例えばさアスカとかさ、なんか他のキャラクター、なんだろうな、儀式の使い手だから、まあ、ペガサスとか、使ってると結構線減らすのも少しためらわれるみたいなとかあるじゃないですか。こうが今使うんだなんですけど、これ意外とですね、その遊戯使ってるといけるんですよね。線って結構削ってくれるんですよ。なるほどね、それ分慣れてくるとかね。はいはいはい、まあ、一回3100食らうか。3100食らって、バトルステップ、いや、食らってんじゃん。3100は食らうんじゃないのこれ。まあ、これ、まあ、普通に、よう分からん、なんか、その、儀式の使い手も、なんだ、ディスティニードローもケアしてないっていうパターンだけど、これはだから一回スルーしてもらって、で、3100もらって、3100もらって、ブレイブネオスの効果は、まあ、発動するのは良くて、はいはいはい、いいですよ。問題ない。で、甲賀の方を、だから、飛ばせばいいのか。はい。まあ、もう一個使うのはいいか。まあ、まあ、万が一ありますからね。まあ、2回魔法トラップ無効にすること多分しなくてよさそう。今のところは。で、ブラックマジシャン出して、はい。あんまりこれ、ロット回収するメリットはねえな。あんまり。
このタイミングで。ね、これ吹き飛ばして、こうが。ロット回収するメリットねえけど、正直ないんだよ、これ、あんまり。まあ、ただ、あれですね、あの、カオスフォームとか入ってると、ここでロット回収してカオスフォーム持ってくることができるんで、それはそれで結構強いかな。で、これで、あ、天才ついたわ。それは天才。もう、それは天才ですわ。で、スキル発動、イリュージョンマジックは、戻して、魔法カード持ってきながら、もう一回持ってくるっていうね。さあ、一枚シンプルに手札が増えるぞ。さあ、高等儀式の効果を発動。俺は墓地に存在する、違うわ。デッキに存在するブラックマジシャンを墓地の振り。マルチオブカオスを儀式召喚。これが俺の、デッキの切り札にして最強のチョンベイ。マジシャンオブカオス。そして、カオスが特殊化成功時に空の魔導陣の効果を発動。フィールドのカードを1枚除外する。その効果にチェンジ。マジシャンオブカオスのモンスター効果を発動。魔法トラップカードの効果が発動した場合、フィールドのカードを1枚の選択肢破壊することができる。そして、マジシャンズロットを召喚。マジシャンズロットのモンスター効果を発動。イリュージョンマジックを。天才すぎ。このデッキ天才すぎ。さあ、お相手の方、エドフェニックス選手、よろしくお願いします。ユール3倍。なるほど、これシンプルブラックマジシャンだ。シンプルなブラックマジシャン来た。シンプルブラマジ来たぞ。で、イリュージョンマジック持ってきとる。まあ、今魔導陣か、魔導陣破壊された場合のこと考えて魔導陣だね。で、こうして、で、ナビゲートセットしてエンド。さあ、シンプルブラックマジシャン飛んでいくぞ。まあ、シンプルブラックマジシャンができるということもこのデッキのいいところなんでね。儀式をする前にブラックマジシャンで一回掃除してから安全にマジシャンカオスを着地して、なんだろうな、価値格ムーブをより、あの、確定させるというか、そう、確定演出というか。スターブラスト来た。さあ、スターブラスト来ました。スターブラスト何が出てくるんでしょうか。1000なんだ、なるほど。相手は1000のライフを支払い、ディアボリックガイ。なるほど、ディアボリックガイ。ほう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 、そういうことカモン。ほうほう、あ、なるほど。スターブラストを使い、ウィッチレイドをサーチしていく。なるほど。スターブラスト何回打つの、スターブラスト何回打つのこの人。スターブラスターすぎん。ウィッチレイド、やばいこと起きてるわ。それはやばいわ。それはやばい。あ、そういうこと、あ、それはやばい。やばい、強い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 。出すしかないか。出して、ねえ、ブラックマシャン出していくしかない。これ強いな。それは強いな。まあ、ブラックマシャンを特殊召喚していく。で、これ何出しても同じか。どっちにしてもやられるのか。一応、ロットか。ロット、マスク何枚あんのかな。マスク何枚あんの。バトルいいよ。バトルはいい。それはいい。オッケーオッケーオッケー。マスク1枚あるね。マスク1枚はある。1枚、マスク1枚はある。で、暗記出てくる。で、これ殴るのはいい。で、マスクもサーチはいい。オッケー。で、この後殴んないでしょ、でも。この後殴んないはずなんだよね。ブラックマンシャンってディスティングドローされると結構やばいから、マスクチェンジ、あ、でも使うんだ、マスクチェンジ。マスクチェンジしか殴るのかな、殴んの、殴るんだ。あ、いいのそれ。あ、いいんだ、なるほど。いや、それはガン決まりすぎだよ。それはガン決まりすぎだろ。スターブラスト2枚とマスクチェンジ2枚は犯罪だよ。